半前は先生です。ですね、仕事場でですね、コーヒーとかね、コーヒーとかお茶とかね、栄養補給する仕事でね、よく仕事を活動するためにね、コーヒーとかいろいろ飲むわけですけど、大会社でも、ちっちゃい会社でも、自由に、飲むことができるね、仕事場っていうのはね、私は昔からなんですよ、大体ね。まあ、若干違うところもありますけれども、そういうところ、仕事場でね、コーヒーとか飲めないとか、お茶が自由に飲めないっていう職場はね、ちっちゃい会社も大きい会社もできる、またできないっていうところがあるんですけども、そういうことがね、できないところは仕事をやってないところなんですね。もう管理しちゃって、管理、仕事できないから、もう、真似だけですね。仕事をさせてるという、ところが、まず100%に近いですね。人間たちの場合ね。で、仕事でね、非常に負担かかるんで、研究でも、事務でもね、常時、体制を取るためにね、コーヒーとか、甘いコーヒーとか、ね、ミルクティーとかね、甘いもの、ちょくちょく飲まないと、仕事できないんですね。頭の働きが悪くなるんですね。で、3時だけ、飲めるとか、休憩でね、15分とか、そういうとこありますけど、そんなのは全然ダメですね。で、常時、いつも補給ができる仕事場。これが本当なんですね。すると、睡眠は毎日8時間以上取らなければ、仕事場として勤務はさせないというですね。いう職場が正しいんですね。で、仕事っていうのは大変ですから、8時間以上絶対に睡眠を取らなければ、仕事におろそかとなってですね、仕事がもう半減するんですね。で、それで8時間以上寝ないということは、逆に仕事をやってないということなんですね。まあ、緊急の時以外はね、緊急で火事とか、なんか災害があったりとか、トラブルがあったりした時は、一時的にはしょうがないんですけど、とにかく平均で必ず8時間以上睡眠毎日とってると。大きい会社でもちっちゃい会社でもね。それで働いてない人は働いてないです。ね、これ管理としてもう労働じゃないけども、刑務所みたいなもんですね。仕事もできないから形だけということで、お金が流れちゃうんでね、やらしてるというだけがほとんどですね。人間界の職場っていうのはね。ちょっとね、気にかかったのは、そうですけども、かなりね、私の場合も、本当の仕事はもう全部、コーヒーとか自由に飲まないと仕事ができなくなる。カロリーが足んなくなりますね。で、太るかというと、仕事やってる人は太んないんですね。でね、私の場合は、スポーツマン選手と同じハイカロリーなんです。で、まあ、若い時、世田谷大会とかね、中学校の時に大会にも選手で出てましたけど、ボーイスカートとかね、ジャンボリーとかで、ね、登山なんかも行って、泣きながら自分の体重ぐらいのものを背負ってね、訓練したことはありましたけど、もう3キロ、6キロ、6キロぐらいね、中学生の時にやったりしてますけども、脳に行く方ですね。
私東大、家は男みんな東大卒でね、それ以上勉強したもんですから、運動選手と同じように脳にエネルギーが送れるという、それはね筋肉なんですね、運動選手は。で私の場合は脳なんですね、というふうに訓練されております。だからそういう関係で栄養っていうのはすぐなくなっちゃうんですね。 3食じゃ全然動けないですね。5食ぐらいですかね、分けて。それでコーヒーとかね、なんか補給できるものね、であと水も結構しょっちゅういりますね。まあそんなことがちょっと気がついたんですけども、仕事してるから、本当に仕事してるか、場所かしてないか、真似でやって給料もらってるところか、そういうふうに判断できます。 100% ね。ぜひね、知っていただきたいですね。どうもありがとうございました。